アイテム番号。SCP-632JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-632JP はサイト、8102の専用飼育ケージに収容し、個体数は常時100匹前後を維持します。その他の個体は発見次第処分してください。初期飼育者にはクラス A 記憶処理の上でカバーストーリー、レッドリストを適用してください。SCP-632JP-A はサイト、8141の標準人間型収容室に隔離されます。食事は高栄養のものを与えてください。室内で SCP-632JP の飛行が確認された場合、これを阻害しないでください。SCP-632JP-A が死亡した場合、直ちに焼却処分してください。なお、SCP-632JP-A の担当者は作業時にガスマスクの着用が義務付けられます。説明。SCP-632JP はアリ科の昆虫です。DNA 解析の結果、エヒメアリの近縁種であることが判明していますが、その生態は大きく異なります。体長は数目上1ミリメートル程度、上アリは数ミリメートル、で体全体が鮮やかな赤色です。雑食ですが、特に人の血液を好みます。SCP-632JP は2000年、月日、東京都、市在住の男性、モンゴロイド、38歳。SCP-632JP-A、1都市で、収容済み、の自宅で発見されました。SCP-632JP-A、1はアリ愛好家で、インタビューに対し、輸入業者から上アリ1匹、働きアリ20匹の窃盗を20万円で買った、と話しています。現在、財団はこの業者の特定を急いでいます。SCP-632JP-A は、体内の血液がすべて SCP-632JP に置換された人です。SCP-632JP 各個体が赤血球、白血球といった血液細胞と同様の役割を持ち、絶えず全身を駆け巡り人の生命活動を補助します。一方、骨髄から生成される血液細胞はすべて彼らの餌となります。SCP-632JP は以下のようにして人の体内にコロニーを構築します。大型の生態、引き程度がより固まって、未知の物質で構成されるフェロモンを分泌する。フェロモンを吸引した人、被験者、に、自分の体内でアリを飼いたい、という強い欲求を引き起こす。被験者が自傷行為を行い、死亡しない程度に血液を排出する。その後、SCP-632JP を傷口に付着させる。SCP-632JP が体内へ侵入し、増殖する。数週間で血液の SCP-632JP への置換が完了する。SCP-632JP-A は健康な人と比較して免疫力が高く、失血死するような重度の外傷にも耐える一方、運動能力が低下し、栄養失調に陥りやすいことが実験により判明しています。SCP-632JP の繁殖行動は通常のアリと比較して頻繁に、数日に1回、行われます。SCP-632JP-A の口や鼻から飛び立った上アリとワリが結婚飛行を行い、交尾を終えた上アリが体内に戻って寝室内で産卵します。